参選を目指す小池百合子氏は都知事選の他の候補より女性から支持されているという公約の一つが無痛分娩費用の女性いい施策だと注目する人も多いが医師の筒井文さんは麻酔科医の絶対数が不足するなど病院の受け入れ体制が整っているとは到底言えない小池陣営が女性票が取れそうだからと現状を考えずに公約に したのではないかという。女性票が取れそうと、小池陣営が公約にちょい足しした間。7月7日、投開票予定の都知事選も終盤である。現職で最有力候補者の小池百合子氏は3期目の公約として子育て。教育にお金のかからない東京を目指すと述べており、その具体策の一つとして、 無痛分娩への女性制度新設を6月18日に発表した一方ライバルの蓮ウ氏も7月1日の X で無痛分娩の無償化の考え方そのものは素晴らしいと絶賛した私は麻酔科の医師だがこの麻酔科は眼科や放射線科などとともに病院内ではどちらかといえばマイナーな存在で外科や 内科のような一般人にイメージしやすいトガではないその麻酔科の中でも無痛分娩はさらにマイナーな分野とされてきた2024年5月には俳優の生田斗真氏がインスタグラムで読者の今日で妊娠9ヶ月です出産怖いよというメッセージに対し旦那様に無痛おねだりするかと返答したところ女性に決定権はないのか などと反論され炎上騒ぎになったこのように無痛分娩が芸能ニュースや選挙公約として注目される時代がやってくるとは医師歴30年の私にも予見できなかった無痛分娩への助性によりスポットライトが浴びる麻酔科の医師としては喜ぶべきかもしれないが女性票が取れそうと小池陣営が実態調査もしないままに公約に ちょいしたも否めない。足したもめな当選するなら公約をぶち上げるのが政治家であるとはいえ小池都政が3期目に入ったら公約通り東京都の女性は本当に無痛分娩の恩恵を受けられるか現場の視点で考えてみたい以下はネットユーザーの反応をまとめたものです麻酔のプロフェッショナルが日本は圧倒的に不足しており それが分娩とその後の赤ちゃんの健康状態に大きく影響しているという現状があるまずはそこの改善なくして無痛分娩を普及させるのは不可能だよフランスの産科を関係者が視察して日本と何が違うのか日本の問題点を把握して麻酔で陣痛を感じない場合は分娩が遅くなる陣痛促進剤を使用する 可能性。計画分娩なので赤ちゃんが出たいタイミングと合っていないこともある。力みにくい。分娩が長くなると赤ちゃんに負担。吸引装置や監視を使う可能性。のリスク説明もあって、そこから実際どうするか、参加や家族と話し合いになるはず。 無条件に助成するから安心して産んでくださいっていうものじゃないと思うけど。無痛分娩って陣痛が治まるから促進剤を投与するんですよ。その促進剤が人によって効き目が異なり2人やばいことになった友人いるよ。1人は子供に脳障害、もう1人は子宮破裂。有名な無痛分娩病院でね。自己責任だし、別に。 無痛分娩を怖がらせるつもりは,ないけど無痛分娩は妊婦さんの負担が減るけど亡くなるまでいかなくてもリスクが本当にあることを理解してほしい本当にリスクあるよ無痛分娩は行政が推進すべき事柄ではない行政が力を入れるとなると安全なものだという認識になるのが普通ただ無痛分娩はそもそも普通分娩で追う 必要のなないリスクを負うことになるそれらのリスクは理解した上で全て自己責任自己負担でやるならどうぞというのなら仕方がないが補助を出すのはいたずらに不幸な親子を増やすだけそんなものに投資するくらいなら子供が欲しいけど産めない人に対する不妊治療の補助を拡充させた方がよほど少子化対策としても効果的。 完全に無痛ではなく、和通分娩と説明している病院も多い。医師の側でも、なるべく実態に近い名称と、真摯な努力しておられる方がいる中、選挙で樹木を集めるのに都合がいいからと無痛の、名称に飛びつき広めていくのは悪辣な手法だと思う。産むことのない男性側の無理解、無痛なんだから、楽でいいという感覚にもつながっていくのではないか。討論会で確か 小池氏はマスイのことを麻薬イなどと言っていたし、にわかし込みで知識もまだろくにないのかなという感想しかない。そもそも無痛分娩への女性は少子化対策に効果があるのだろうか私は直接的な効果のある政策ではない気がする。婚姻数が減っていることが少子化の最大の原因と考えているためだ。婚姻数を増やすため、 結婚に対する意識を変える政策に力点を置くべきだと感じる無痛分娩が圧倒的多数を占める国はフランスくらいのものだろうがフランスではかかる費用をほぼ国が出してくれるので無痛分娩を選ぶ人がほとんどそしてその割合に応じて麻酔科医が多いので日本でもやる場合は数十年間方針を変えない保証があった方がいいだろう医者を目指す若者が将来 安定して収入を得られる必要があるのでこんなに公約守らない都知事を応援している時効は反省するべき特に公明は宗教で無理やり年寄りを連れて行くあれは介護世界の人もひどいと話していた年寄りの寂しさにつけ込んだ宗教は本当の痛みを知らないで孤独になりたくないから集団で動く本来なら 宗教なしで寄り添ってあげるべきでしょ選挙のたびに知らない人が知り合いのように声かけてくる恥を知らないのかな「苦毒を積めば」って言うが選挙の無理じいは逆じゃない多くの国民を苦しめるんだからある意味カルマ積んでるんよプロジェクションマッピングなんてくだらない海外から見たらそう思うのでは神宮再開発も同じ路線。 そこに住む金持ちはいいかもしれないが、先人たちが残してくれた環境を破壊しているに過ぎない。海外に何回も行っているならわかりそうなもの。ロンドンにしろ、パリにしろ環境は大事にしている。一括りで医師という国家資格を見直す時期に来ていると思います。代表的な都がを言うと麻酔化、放射線診断化、 病理科については、医学部とは別枠で学部を創設する方式に変更するのがいいと思います。得られる国家資格も今で言うオールマイティな医師ではなく、限定的な医師とすればいいと思います。受験勉強のできる人は、今で言う医師を目指すと思いますけど、入り口の偏差値では差が出ると思いますが、出口では偏差値がものを言うわけではありませんし、 小池さんは行動力と問題へのフォーカスはすごいとは思いますが現場を知らず理解せずこうが目立つので個人的にはそこが問題なのかなとも思いますし東京しかできなさそう地方ではまず不可能なことをたくさんするのはいいですがもう少し日本の首都である意味を考えモデルケースになるようなのもあるとありがたいとは思います